R&D スポーツは日本のレーシングチーム。正式称号は株式会社 R&D スポーツ。もともとはレーシングカーコンストラクターの東京 R&D の関連会社だったが2008年3月末で資本関係を解消している。全日本 GT 選手権 GT300 クラスにポルシェ 911GT3R の2大体制で参戦を開始する。 62号車をエースカートし、もう一台の63号車は、レイジュントのジョイントによる参戦であった。前年の同型車の活躍を受けて、性能調整が施された関係で苦戦を強いられたが、最終戦の第7戦でポールポジションを獲得した。しかし勝利を挙げることができなかった。引き続き JGTC に二大体制で参戦。十二号車は、 前年の 911GT3R に変えて、イギリスの BMAC と共同開発して製作された BMAC RD320R を第2戦より投入。エンジンは、ホンダ C32 バイト型 V6 エンジンを改造し、搭載された。デビュー戦では、ポテンシャルの高さをアピールし、パーフェクトウィンを達成した。もちろんチームにとって、初めての勝利となった。 その後は速さはアピールしたものの、開発途上のマシンのため信頼性にかけトラブルでリタイアするケースが目立った。鈴鹿 1000km での勝利を挟んで後半戦からは信頼性が上がったものの、あまりにポテンシャルが高すぎて、ライバルとは桁違いの差があったため、度重なる性能調整が施されてしまう。しかし、それでも RD320R は、 順調に勝利を重ねた。そして最終戦では性能調整としてウェイト 150kg ととてつもない調整が施されてしまう。そのためチャンピオン獲得はならなかった。この年の成績は62号車はポールポジション4回、優勝3回。63号車は引き続きマシンの戦闘能力が低いため苦戦したものの第3戦で。 混戦の中着実に順位を上げ、3位を獲得した。GT500 クラスにステップアップを果たす。GT500 への参戦にあたって大幅な戦闘力の向上が必要であり、新型マシン BMAC RD350R が製作され、前年デビューィンを飾った富士スピードウェイでデビューした。しかし、g t 五百では巨大な設備を持ったワークスチームが相手となるため、 彼らに比べて、設備面でおとり開発もそれほど、早く進めることはできなかった、RD350R は、苦戦を強いられ、シーズンを通して上位に進出することはできなかった。また、350R は 320R と車体面で、大きな差がなく、エンジンも、在テック製 ZV348 型 V8、エンジンが、リストリクターの関係でパワー不足であったことも、 原因であった。しかし、第4戦では、タイヤ選択のおかげで、コースコンディションの変化に対応ができ、その結果8位を獲得した。なお、自らのチームで、GT300 クラスには参戦しないものの、プライベーターに、前年参戦していた 320R を供給した。前年の苦戦を受け、専用マシンを新規に開発する必要があったため、 開発に専念することとなり、JGTC へのフル参戦はしなかった。その代わり、かつてジョイント参戦した、レイジュンが前年の最終戦より、RD320R で参戦。マシンメンテナンスを担当し、間接的ではあるが、GT300 クラスに復帰した。マシン開発は順調に進み、秋頃にはマシンが完成し、シェイクダウンが行われた。このマシンは、 BMAC RD408R という車で、エンジンは RD350R の在テック製エンジンが非力であったことを反省し、新たに M テック製 m f 4 0 8 s 型 V8 エンジンが搭載された。当初は翌年から参戦の予定だったが、先行的に最終戦にスポット参戦することになった。結果は序盤のアクシデントに巻き込まれたせいで上位に進出する。 ことはできなかったが、大きなトラブルもなく完走した。RD408R でスーパー GT GT500 クラスに参戦を予定していたが、急遽予定を変更し、2003年に GT500 に参戦した RD350R を GT300 に投入し参戦することとなった。しかし、アクシデントに巻き込まれたり、アクシデントの原因を作ってしまったこともあったため、 思ったほどの活躍ができずにシーズンを終えた。また、この年より参戦したリレクシブと、これまで NSX で参戦してきたウェルの東海ドリーム28の RD320R のメンテナンスを担当した。RD350R に代わって GT300 クラスに2004年の最終戦に GT500 クラスでスポット参戦した。 r d 四百八 r で参戦した。第三戦でチームとしては二千二年の第七戦以来となる優勝を飾った。第五戦より柴原晋介のパートナーが八木博之から黒沢春樹に変わった。最終戦でもトップを改装していたが、最後の最後でガスケツになってしまい、リタイアとなってしまった。しかし、このことが今シーズンのタイトル争いに大きく影響したと。 言えるだろう。また第7戦より、前戦を最後に活動中止となったディレクシブに代わって、RD320R を走らせることとなった。これは、ディレクシブでドライブしていた、笹山翔吾と、谷口信テルのドライバーズランキングがトップである、ことから、このまま3戦継続し、ドライバーズタイトルを獲得しようということで、メンテナンスを受け負っていた R&D がエントラントと、 なって参戦することになった。監督には、鈴木敏夫を新たに迎え入れ盤石の体制で、残り参戦を戦う。これにより、新マシン名は、アネブレアドボン RD320R となった。しかし、資金不足により、テストに参加できなかったことが原因で失速してしまい、ラスト2戦の大事なところで、ノーポイントに終わりタイトル獲得はならなかった。結果は、 シリーズ3位となっている。前年同様 GT300 クラスに RD408R を開発しながら参戦することとなった。ドライバーも、柴原と黒沢のコンビで継続される。第5戦より、従来のマシンでのノウハウをもとに新たに製作された、新車にスイッチした。この新車投入後、調子が上向き、第6戦では3位、第7戦では2位。 第8戦では優勝という3連続表彰台で一気にタイトル争いに加わるが最終戦ではウェイトハンデが重く本来の走りができず惜しくもタイトル獲得を逃したがシリーズ3位という成績を獲得したスーパー GT における体制面やドライバーやマシンは前年と変わらず同じ布人での参戦となったが第1戦の鈴鹿で予選中に 柴原晋介がクラッシュにより負傷したため、第2戦以降代役として、笹山翔吾が参戦。規定変更に伴い前年より、コーナースピードを上げる改良を施したが、それが、裏目となり、ストレートスピードが全く伸びない事態に見舞われ、前年の勢いを失ってしまった。第5戦に開幕戦で負傷した柴原が復帰を果たした。結局前年同様の活躍を見せることなく、 この年は優勝を果たすことができず最終戦デニーに入ったのが唯一の表彰台となった。またこの年にはルマン24時間レースに参戦する東海大学チームの監督を務める林吉政から支援を求められ同チームにメカニックの派遣等の協力を行っている富士重工業スバルレガシー B4RD408R から スバルレガシー B4 に車両を変更し、第6戦鈴鹿より出場した。デビュー戦では、予選中にフロントデフのトラブルにより出荷し、出走を取りやめた。その後も開発を進めたが、目立った結果を出せなかった。また、同年7月27日には2008年3月末時点で、東京 R&D から完全に独立していたことを明らかにした。 体制はそのままに、ドライバーは前年から継続となる山野哲也に加え佐々木光太が加入した。車両も前年に引き続き、レガシーを使用するが、前年度までのオードを FR 化しての参戦となった。さらに、第5戦からトランスアクスル化を実施し、第6戦鈴鹿でレガシーの初勝利を挙げたものの表彰台は、この一度だけとなった。前年と全く同じ体制。 ドライバーマシンでの参戦となった。この年はラウンドを重ねるごとに速さを見せていき、第5戦鈴鹿と第7戦、オートポリスの2勝を挙げたものの、第2戦と第4戦でのノーポイントが響き、チャンピオン争いには加わることができなかった。スバル BRZR&D スポーツドライバーは前年から継続であるが、マシンはスバル BRZ へと変更され、 マシン開発を STI が担当し R&D はチーム運営を担当するという形でのジョイント参戦となる。デビューイヤーでは8戦中5戦、ポイントを獲得するも一度も表彰台を獲得することはなくシリーズ14位で終えた。タイヤを横浜からミシュランへ変更。第5戦鈴鹿では BRZ 初の優勝を飾った。コースレコードや 年間ポール記録を更新するなど予選での速さはあったものの、決勝ではストレートスピードが伸び悩み、第5戦鈴鹿での勝利のみに止まった。年間を通して順調にポイントを重ねたもののランキング4位でシーズンを終えた。第8戦モテギでは山野哲也がこの年限りで優待することを発表した。山野が優待したことを受けて、昨年第5戦鈴鹿で サードドライバーを務めた、井口拓人が加入した。第1.2戦では思うような結果を出せなかったが、第3戦では2位表彰台を獲得。第4戦では苦戦を強いられたが、第5戦ではポールを獲得し、決勝でも圧倒的な速さを見せつけ、最終的には悪天候によるセーフティカーランのままチェッカーを受け、一度もトップを譲ることなく優勝をした。 第6戦では9位、7戦では5位入賞し、シリーズ5位で締めくくった。山内秀樹が加入し、タイヤをミシュランからダンロップへスイッチした。第2から6戦まで比較的コンスタントにポイントを重ねるが、今一つランキング上位には届かず、シリーズ13位。素顔で今季初の表彰台に続き、富士でも同じく3位を獲得し、 鈴鹿 1000km レースで今季初優勝を飾った。鈴鹿での優勝により、ランキングトップに立ったが、第7戦にてクラッシュによりリタイア。熊本自身によって、中止となった第3戦の代替レースでは、ライバルと接触し、リタイア、最終戦で順位を落とし、チャンピオン獲得はならなかった。開幕戦岡山では、好調な走りを見せるもマシントラブルによりリタイア。 第3戦、オートポリスでは稀に見る僅差で2位表彰台を獲得。その後も、第6戦までは、ポイント圏内で完走したが、第7.8戦では、マシントラブルによりリタイアし、シリーズランキング9位。第2.45戦にて、マシントラブルにより前年同様にリタイアが目立つ、シーズンとなったが、第3戦では3位表彰台。第6戦菅尾では、ポールィ位を獲得し、 2016年第6戦の鈴鹿以来の優勝となった。第8戦もてぎでは6位入賞を果たし、シリーズ8位という結果で終えた。開幕戦岡山にて4位を獲得。第2戦の富士ではリタイアしたものの、第3戦鈴鹿では3位表彰台を獲得。第5戦富士にて10位で完走したが、第6戦第8戦はマシントラブルなどに悩み、 シリーズ18位という不本意な結果に終わった。また第7戦菅王にて、今季初のポール獲得、コースレコード更新の快挙を達成した。初戦富士でリタイアしたものの第2戦富士にて、今季初の表彰台を獲得し、第3戦鈴鹿で4位、第4戦モテギで3位と立て続けに、上位でゴール。第5戦では、ウェイトハンデに苦しみ、 第6戦では優勝の可能性があったが、セーフティカーのタイミングが合わず、ポイント圏外完走。第7戦で今季初のポールポジション獲得をし、第6戦同様に優勝の可能性があったが、またしてもセーフティカーのタイミングが合わず、レース終盤にライバルとの接触により、順位を落とし5位。ドライバーズランキング5位でチャンピオン争いの勝負権を持って迎えた最終戦富士では、 フリー走行及び予選でコースレコードを更新した。決勝では一時トップに浮上したが、後半でタイヤの摩耗に苦しみペースが上げられず8位でチェッカーを受け、チームランキング6位、ドライバーズランキング5位でシーズンを終え、チャンピオン獲得は叶わなかった。マシンがスバル BRZ へ変更された。初戦岡山では苦戦を強いられたが、第2戦富士では、 今季初のポールポジション及び任位表彰台を獲得した。ありがとうございます。